店舗外観菓子工房フラノデリスは、北海道フラノ市にある洋菓子店。株式会シャルノールが経営している。神戸や東京などのレストランや菓子店などで修行した藤田道夫が菓子の基本である乳製品などの材料が優れている土地で菓子作りをしたいと思い、2001年にフラノ市街で菓子店フラノデリスをオープンした。2004年には店舗郊外に移転した。 カフェ、デリスカフェを併設している。フラノ牛乳プリンやドゥーブルフロマージュなどの商品は店舗や通信販売で購入することができるほか、百貨店で開催する物産展に出店することもある。店舗受取限定でオリジナルのデコレーションケーキを作っている。フラノデリスでは素材の本来あるべき姿を大事にしており、看板商品の一つであるフラノ牛乳プリンは 低温殺菌した成分無調整乳を使用しており、乳脂肪分の多い層と少ない層、カラメルソースを含む3層からなっている。牛乳瓶の容器で販売するスタイルは、牛乳瓶型の容器に入れて販売する製品の先駆けになった。2009年には、ナムコとポッカコーポレーションが共同開発し、藤田道夫が監修したデザート飲料。 ハシコーボーフラのデリスプリンシェイクが発売した。ありがとうございます。